通称、天の川駅天の川駅は、かつて、北海道檜山郡上野国町にあった、鉄道駅を模した、構造物である。旧湯野台駅と等構造物を往復する無料、シャトルバス、北海道夢レイル、クラブによって、北海道旅客鉄道の餌支線湯野台駅、宮古市駅間、五両角駅から 64km 地点の線路沿いに設置された。設置の目的は、 エサシ線の存続、進行と、上野国町の町づくりの一環とされ、北海道から、千両脇の土地を借り受けて1995年7月7日に設けられた。1994年、付近を流れる天の川の氾濫で、エサシ線が普通となったことで、廃線が寄付されたことが設置のきっかけとなった。正式な駅ではなく、設置者である、北海道ユメレイルクラブも、 通商店の川駅と呼称している。列車は一度も停車したことはないが、JR によって、駅の手前から列車が助行するなどのサービスが実施されていた。2013年8月9日から18日にかけて、駅前に臨時バス停留所が設置され、無料シャトルバスが運行されていた。二千十四年五月十二日、江差線が廃止された。江差線六十四キロポストは、 東欧構造物のプラットフォーム前に設置されていた。2015年6月、設置後20年を経過するのを一つの区切りに、夢レイルクラブは本施設を2015年度中に撤去することを発表した。記念行事として7月5日、天の川駅で、さようなら天の川駅、ファイナルイベントなどが開催された。江差市側に向かって、進行方向左手に一面一線の プラットフォーム上の土盛りが施されており、その上に JR 北海道の駅と同様の様式の駅名標を模した看板が設置され、駅としての定裁を備えていた。設置当初より危険防止のため指定日以外は立ち入り禁止であり、看板も取り外されていたが、2014年5月12日の江差支線廃止により立ち入り禁止が解除された。ありがとうございます。